ようこそ中村研究室へ。私たちは固体物質中の量子コヒーレンスの研究を行っています。量子コヒーレンスとは量子力学に特有な重ね合わせ状態に関連した量で、量子コンピューターや量子情報などに利用されています。量子コヒーレンスは固体中では急速に失われてしまうことが知られていますが、定量的な保持時間や消失のプロセスはよく分かっていません。私たちの実験の特徴は、相対位相を制御したフェムト秒レーザーパルスを用いた干渉計測を用いて、バルス固体中における量子コヒーレンスの時間変化を実時間で計測することです。フェムト秒は1000兆分の1秒の時間のことです。最初のパルス1を固体に照射して、固体中に量子状態を生成します。この後少し遅れてパルス2を照射し、2番目の量子状態を生成します。量子力学の特徴は、状態が波の性質を持つことで、生成した2つの量子状態は干渉を起こします。パルスの時間遅延を少しずつ変えながら干渉の強さの変化を調べることで、量子コヒーレンスの保持の様子を調べることができます。実際にはこのような装置を用いて実験を行います。光学テーブルの上に配置されたレーザーや光学部品で構成された装置の作成や調整は自分たちで行います。得られたデータの解析や現象の物理を理解するために理論的な研究も行います。簡単な量子力学的なモデルを構築し、それに基づく数値計算を行います。こうしたレーザーを用いた実験と理論計算の両面から、固体物質中で量子コヒーレンスの保持される時間、消失の過程解明を目指して研究を行っています。研究成果などの詳細については、研究室のホームページをご覧ください。